乃木坂46白石麻衣の卒業コンサート、乃木坂46乃木坂46麻衣白石、グラデュエーションコンサート、Always Beside You が28日、配信ライブにて行われた。約10分間にわたり、白石は9年間の思いを語った。全文、白石麻衣、純白ドレスで乃木坂46への思い語る。アンコールでは、純白のドレスで登場した白石。涙をにじませながら、これまでの9年間を回顧した。以下、白石のコメント全文。白石麻衣、これからもしっかり前を向いて、強く進んでいきたい。白石麻衣です。今日ここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。何話そうかなって何回も何回も卒業が決まった時から考えていたんですけど、結局何も考えてこなくて。それは私にとって、この9年間は楽しい思い出ばっかりで、辛いことも、悔しいことも、悲しいことも、壁に何度もぶち当たったこともあったし、私アイドル向いてないな、もう続けれないかもって思ったことも何回もあったけど、でもそんな時に、私の周りには、たくさんの大好きなメンバーがいて、たくさん応援してくれるファンの皆さんがいて、たくさん支えてくれるスタッフの皆さんがいて、皆さんがいてくれたから私はここまで頑張れたし、みんなで励まし合ってたくさん声を掛け合って、大丈夫だよ、頑張ろうってみんなで支え合ってきたから、私もこうして、乃木坂を9年間続けてくることができました。本当にありがとうございます。今日こうして、ライブが始まって、曲がかかった時に、ああもう乃木坂でいられるのは、あと数時間なんだなってそう思って、すっごく寂しい気持ちにもなったし、でも最後は、笑顔で頑張らなきゃなとも思いつつ。うん。でもメンバーの笑ってる顔だったり、みんなで声を掛け合って、たくさん一緒に頑張ろうねって言っている姿を見て、私も今日は、今までで一番最高のライブにしたいと思ったし、寂しい気持ちよりもしっかり前を向いて、大きな一歩にもつながるので、頑張らなきゃなとも思いつつ、今日はここまで走ってきました。私はライブが、本当に好きで、最初は、歌もダンスも苦手だったし、ちゃんと歌えるのかな?ちゃんと踊れるのかな?と何度も不安になって、いっぱい考えたこともあったけど、ライブで見る景色、ファンの人一人一人の声援、そういう声にたくさん救われて、元気をもらって。歌うのも踊るのも楽しいなとか、ライブってこんなに楽しいんだとか、皆さんからたくさんのパワーをもらったから私はライブで皆さんに素敵なパフォーマンスで恩返ししようと思ってたり。だから最後のライブが配信になってしまって直接気持ちを伝えることができないのが残念ですけど、今こうして目の前で最後まで見ていてくれる皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。何もできなかった普通の人でしたけど、私をここまで大きくしてくれたのもたくさんのファンの皆さんのおかげですし、大好きなメンバーがいてくれたから私もいろんなことを乗り越えてこれたし、なんて言っていいかわからないけど、本当にたくさん感謝しているし、ありがとうの気持ちでいっぱいです。私はたくさんの愛をもらって、たくさん素敵な思い出を作って、白石麻衣としても一回りも二回りも大きく成長できたかなって思っているので、これから卒業して一人になっても、乃木坂でいれたことを誇りに、これからもしっかり前を向いて、強く進んでいきたいなって思っております。乃木坂のこれからもすごく楽しみですし、みんなにはこれからもたくさん楽しんでもらいたいなって思うし、辛いこととかあった時にはみんなで支え合って手を取り合っていってほしいですし、私はこれからも乃木坂を応援して大好きな乃木坂をたくさんまた見ていきたいなって思います。9年間乃木坂にいてすごく楽しかったし、乃木坂に入ってよかったなって本当に心からそう思います。今日までの時間、たくさん過ごしてきたけど、やっぱり、乃木坂って最高だな。そう、今日までの9年間で思いました。たくさんの思い出がいっぱいです。約9年間、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。続いての曲は、私が乃木坂で過ごした、たくさんの日々を詰め込んだ曲になってます。
それでは聞いてください。じゃあね、じゃあね。私もたくさんの思い出があるし、9年間の思い出って本当に楽しいことだらけで、なんか楽しかったけど、楽しいからこそ別れるのが寂しいというか、本当にありがとうの気持ちでいっぱいだけど、ちょっと寂しくなっちゃったって感じ。白石麻衣卒業コンサート。白石の卒業コンサートは当初2020年5月5日から5月7日に東京ドームサンデーズの開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となり、配信ライブとして開催することに。国内のほか海外でも台湾、香港、シンガポール、マカオ、中国の5カ国でも配信された。国内219,000枚、海外は10,000枚、合計229,000チケット販売数。推定視聴者数は687,000人、国内657,000人、海外30,000人、合計687,000人。多くのファンが白石の門出を見守った。